はい、どうもコミです。さて本日はこちらつむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。NDL と言われるですね、世界レベルの大会の、一戦の中から、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、敗北ですね。これね、パーセンテージ見てもらって分かる通り、ものすごいハイレベルな勝負なんですね。破壊率では勝ってたんですけども、お互いタウンホール13をそれぞれ取り残してしまったというところで、まあ両者パーフェクトならずというところですね。かなりね、これタウンホール14が取れても13が取れないっていうケースはこの大会の中でも結構よく目にするパターンで、まあ、それだけタウンホール13って決して簡単ではないっていうことが分かる内容になってるのかなというふうに思います。ドラゴンライダーが出てきたっていうのも一個変化ですけども、それ以外の大きな部分で言うとあんまないんですよね。このタウンホール14が出てきてのアップデートによって変わった部分っていうのが、まあ、ですから13の難易度っていうのはヒーローペットがいない分、またヒーローのこの伸び方とかね、いうのが少し感覚が変わってきて、14アカウント持ってるかと、だといって13が簡単になってるっていうわけではない。まあそういう意味でこのミックスの面白みが広がっている環境なのかもしれないですね。まあそういう意味で言うと。で、まあそういう難しいタウンホール13なんですけども、そのですね、中から、ドラッグパッド今日は見ていきたいというふうに思います。で、ドラッグパッドのタウンホール13プラスタウンホール12、まあこれそれぞれですね、ちょっと見ていこうというふうに思います。やっぱり今、タウンホール13以上ではドラゴンライダーが登場して、かなりドラゴン戦術の幅が広がってきているんですよね。で、かつ、まあ、さっきあんまり大きな変化って言いましたが、ロケットバルーンの存在も大きいですね。こんな感じで、ロケットバルーンを対空砲に2個当てると壊せるんですね。確定で壊せます。こっちも壊せますね、こういうふうに。で、こういう外周からもう、ね、一直線に、タウンホールじゃないわ。対空砲が狙えるような部分っていうのはロケットバルーンでこう押していくことができちゃうので、まあそれによって対空砲を壊しながらその周辺をこうね、ベビドラでカットするとか、こういうね、テクニックが使えますね。ドラゴンもこういう感じでゆっくりゆっくりこう歩いてきて、最終的にここ主力のドラゴンたちと合流しながら前進していくとね、まあいうような形が作ることができる。まあこれが一個やっぱりドラゴン戦術とタウンホール13でもね、これから使っていきたくなる、まあ一個の要素かなと思います。で、タウンホールはやっぱり怖いですね。範囲攻撃プラスあまりに破壊力の大きい防衛なので、突撃艦を合わせて当てていきながら、遠目に合わせて当てていきながら、フィリーズを使って、だから大量のバルーンですね。これ、僕、この前、ドラゴンライダー混ぜてしくったんですけど、大量のバルーンを入れた場合って、タウンホールを確定で壊し、かつ、陸の防衛援軍を、釣らないラバーハウンドとか、いう場合にはバルーンガン積みっていうのは結構ありですね。まあ、陸釣っちゃってもいいよって場合には、まあ、スニークゴブリンをガンガン積むっていうケースもあるんですが、で、今回は、クイーンと、キング、こちらの、下側に当てていって、ロイヤルチャンピオンをね、こっちの、上の方に当てていきます。そうすることによって、中心部分から両サイドにおける、範囲攻撃、ウィザードの塔とかですね。こっちはマルチインフェルノタワーがありますけども、こういうところっていうのをきっちりとドラゴンとヒーローで処理していきながら、残ったところにコウモリを当てていくという感じですね。まあ、ドラゴンたちは全部いなくなっちゃうんですけども、この戦術をする上でドラゴンがいなくなっちゃうのは、ある種想定の範囲内というか、いなくなったからといってその大きな問題はないかなっていう気が、個人的にはします。まあ、ちょっと回収がね、ヒーローたちがそれでやられちゃったりするときつくなるんですけども、今回ババキンと、ウイちゃんが過労してこうね、生き残ってくれているので、こいつらの回収力は結構効いてましたね。コンモリも非常に足が速いです。こういう、ストレージ系と言われる、ね、ポンプとか、タンクとか金庫に関しては少しね、ダメージがこう入るのが少なくなっちゃうんですけども、まあ、それ以外に関してはそれなりのダメージが入るので、まあ、ワンパンですね。コウモリの大群が、ワンパン、ドン、ドン、ドンと、効率的に進んでいくっていう感じですね。これ良かったですね。これヒーローいなかったらもう多分終わってましたね、これ。今の、ガーゴイルとトルネードトラップのダブルコンボで、コウモリが全滅でね、前回逃してるところでしたけども、まあ、ここちゃんとロイちゃんが生き残ってキングもいたんでね、取っていくことが。ちょっとまあ、簡単にこのアタックのポイントまとめてみると、まあ、中央部にある、こういうマルチインフェルノとかね、宝石って、で、ここにも、ウィズ島があって、こんな感じですね。まあ、これもバスか。こんな感じ。この辺を壊すことができさえすればっていうところで、別に壊せなくても、フリーズの呪文を持っていってるんで、それで止めることも考えながら、
中央部分からのこの面出しのドラゴンでこの辺っていうのをこう片付けていって、でキングクイーンを外周歩かせていきながらこっちに進めていくっていう感じですね。でそうすることによって、まあ、それなりの数の、罰を受けた範囲攻撃を潰していきながら、あとは臨機応変にフリーズで対応しながらコウモリに回すという形ですね。上からこうコウモリを回していった理由っていうのは、このマルチが生き残ったからですね。これ逆方向から回そうと思うと、ここにどうしてもフリーズが欲しくなっちゃうんで、そのフリーズを節約できる上方面から回っていって、まあ、ワンチャンこのマルチは、このマルチね、こいつに関してはヒーローやドラゴンが壊してくれればまあいいし、壊してくんなかったら手持ちのフリーズで壊すという、まあ、コーラス、っていうね、感じで組んでいたんじゃないかなって思います。ドラグバットってやっぱドラゴンを使う上ですごく汎用性の高い戦術になるので、ぜひね、今の環境を覚えておく、技術なのかなというふうに思うんですが、次ですね。メスゴリラさん。これは多分シッチョさんのアカウントかな。ですね。ゴリラアカウントが2個ぐらいありますね。クリスタルゴリラとメスゴリラってあるんですけども、それぞれ13、12、ね。クリスタルゴリラのショート出てきます。で、今回はタンホール12のドラグバットということで、考え方は基本13と変わんないんですが、ドラグバットって12の方が比較的やりやすいかなと個人的には思います。っていうのは投石器がないからですね。これが1個ないだけでもだいぶ違って、あ、1個っていうかまあ2個だからその投石器がないので、気にしなきゃいけない範囲攻撃がその分少ないんですよね。でそうすると、コウモリの呪文を使いやすく当然なりますので、ね、ということで、タンホール12のドラグバットは13以上に活躍の場が個人的には多いんじゃないかなっていうふうに。怖いこういうね、なんだ、ウィズ島とかマルチインフェ、こういうところを、これもそうかな。ここもそうかな。きっちりとこうね、ヒーローパートでなるべく削っていくって、削っていきながら、この面からドラゴンを出していくと、まあ、この辺までは取れますよね、きっと。取れるので、残ったこの部分とこの部分、ここに対してフリーズを当てていくっていう、まあ、そんなような考え方になっているのかなと、ざっくりプランニング的には見てて思いました。まあ、要するに、この下部分ですよね、タウンホールを壊しちゃえば、こっから下っていうのは、まあ、刺して怖い範囲攻撃がそんなに多くない。このウィストも、アイスゴーレムとか置かなかったのはちょっと意外でしたけども、キングが回ってきて倒してくれるってことを多分期待していたんでしょうね。どの、範囲攻撃を何で壊すかっていうことを考えていたときに、最終区画に持っていた時のこのままマルチインフェ、少し怖い仕事をしていますけども、フリーズニュース持ってるんでね、そんなに問題はないし、ウィズとここにあったやつっていうのも、まあ、ドラゴンとかバルーンが適当にそこに近づいてくれて、タゲ取ってくれさえすれば、コウモリは当然回るので、まあ、いう感じで、多少のその場面場面での臨機応変なアドリブ対応はいるものの、まあ、総じて前半部分、こっから上ですよね、に、マルチインフェルノだったり、ウィズ島が多く固まっていそう、かつこの下方面、こっちの方っていうのは、壁際のこういうとことかね、他のユニットでターゲットが取りやすいところに、範囲攻撃が比較的あって、どうしても、そのドラゴンでもヒーローでも処理しにくい、マルチインフェとかウィズ島が、まあ、少ないというようなところが見えたので、今回はドラグバットという選択になったのかなというふうに思います。ドラゴンとコウモリってやっぱ相性悪くはないですよね。ドラゴンっていうユニットがそもそも呪文あんまいらないので、コウモリに呪文の枠数を割いても、それなりに進軍してくれるというのがドラゴンですね。これ、いわゆるゴレネクロみたいな感じ、まあ、ネクロマンサーを使った、いわゆるサビ臭と言われるような、戦術においてもコウモリって結構合うんですけども、まあ、そうすると壁を開けるのにジャンプを使うとか、いうことがしにくくなるので、まあ、そういう意味でも壁のケアをしなくて済んで、かつ、レイジもフリーズもなくてもそこそこ仕事をするドラゴンっていうのが非常にコウモリとは相性がいいということですね。まあ、いうところでですね、今のまあ編成それぞれ参考にしてほしいなというふうに思うんですけども、ちょっとここからは、せっかくね、ドラゴンの攻めを話をさせてもらっておりますので、ちょっと変わった、違う攻め方も見ていきたいと思います。まあ、変わったって言っても別に変わっちゃいないんですけども、これですね。まず1個目は、ネズミ仮面さんの、なんていうのかな。ドラゴンライダーかな？ドラゴンライダーですね。いう感じなんですけども、天才を使ってとこが少しね、面白いかなと思います。これ中央の部分、これね、よく見ると、対空砲と、この投石器、かつ、この、なんだ、これ、クロスボウ。この辺っていうのを、ライトニング1個に巻き込めるんですね。
巻き込め、かつこっちの対空砲も潰せるんで、対空砲2本プラス宝石っていうのを、これ全部こう潰すことができる、ライトニング。で、この部分が削れてしまえば、あとまあこの辺っていうのをこうね、これに、隣接するこの部分っていうのを、色でこう削っちゃうと、もう、勝手にドラゴンが回るルートが出来上がるっていうことですね。で、そういうルートを作ってから攻めていくというパターンで、結構ね、天才を使った攻め方って最近そんなに多くはないと思うんですよ。なので、対策が不十分になっている村なんかを見つけた場合には、こういうね、中央部分を、天才ライトニングクエイクで削りを入れていってから、かつその隣接する外周部分っていうのをヒーローで削り、残ったところをドラゴンライダーで潰していくっていうパターンは割とよく使えるし、見かけるケース多いですよね。ライトニングを使った場合の鉄板の入り方になってくると思うんで、そもそもライトニングを使った攻め方がそれほど多くないけども、やるんだったらこのパターンっていう感じの、鉄板の攻めプランなのかなっていうふうに思います。これでも綺麗にね、村を見て当てはめていけるこのネズミ仮面さんのその着眼がやっぱりすごいですよね。アーチャークイーンもなんだかんだ言ってここでまだクロークは入ってるものの生き残ってますからね。マルチインフィルのターゲットを受けますが、ここはグランドボディ、おそらくトームをそうですね、使っていて、さらにアーチャークイーンも延命しながら、マルチインフィルの投石ゾーンに迫っていこうというところですね。序盤ライトニングを使っているので、やっぱり呪文枠はもうないですね。フリーズ1個なんですが、このフリーズを投石金に当てていくと。ここでバルーン落とされたくないんですね。中盤から終盤にかけてバルーンが生き残っていると結構こうね、止めた投石器をバルーンが壊してくれて、その後ろにいるドラゴンライダーが無傷で進軍できるっていうメリットがありますので、今そこをちゃんと生かすために投石器を止めて、バルーンの大量落下というのを防いだというところですね。呪文の判断すごいですよね。投石器じゃなくてこう対空砲とか、イーグル砲に最後の最後ね、そこを残してしまって前回逃したくないということで貯めちゃうケースもあると思うんですけども、ドラゴンを使う上、まあユニットを何でもそうかもしれませんが、なるべく基本は呪文を早めに使うということが鉄則ですね。呪文を使ったタイミングでユニットが残ってないと、その呪文の恩恵というのをまあ受けにくくなるので、ライドルなんか使う場合、序盤にポンポンポンと呪文を連発で打つような場面を見たこともある方多いと思うんです。こんなような感じで呪文の先に打っていくスタイルっていうのは、まあ、どの攻めをするにしても主流だし、今回みたいなパターンでも手前側に結構危険ポイントがあるんであれば、もうそこで呪文を先に入ってしまうということで、残ったところはもう惰性で突っ切っていくパターンっていうのが、まあ、基本なのかなと思います。そこをちゃんと、あそこね、迷うと思うんです。結構迷うと思うんだけども、ネズミ仮面さんうまいですね。きちっともう投石が、肝ということを抑えてそこを潰していく、もうその迷いのない判断はこうなかなかできるもんじゃないんじゃないかなと僕は思いました。で、ラストですね、クリスタルゴリラさん、タウンホール13とこれ出張さんアカウントかなと思うんですけども、これね、クイヒードラゴンです。で、このクイヒードラゴンっていう攻め方もタウンホール13でかなりよく見かける攻め方ですね。ユタさんがすんごい得意ですね。うまいし、それが難しさがあるからこそ、対策というのも、なんていうのかな、まあ、それほど多くの村でされていない、結構刺さる村を、まあ、比較的作りやすいっていうか、なんて言えばいいのかな、その、クイヒって割と自由度が高いので、難しいんですけども。なので、村に合わせてクイヒのルートを変えるとか、いろいろ、組み方があるじゃないですか。いうところを全部潰すのってなかなか難しくて、そういう意味ではガンガンに対策をすると別のところに穴が開いちゃうからしにくいし、多少の対策がされていたとしてもそれを、プランニングでかいくぐれるような場面っていうのが多い、そんな戦術なのかなと思います。今回もシッチョさんうまいですね。この上側のマルチインフェルノをしっかりと、突撃艦イエティでこれ潰していって、そこから、クイーンが横打ちをされないようにこうね歩かせていきますね。で、かつこの投石の部屋に入っていきながら相手のロイヤルチャンピオンを処理ですね。で、この部分、タウンホールに当たる部分にドラゴンを一気に出していくという感じの攻め方になっています。で、キングをね、これ外周にこう回らせるんですね。で、ドラゴンたちがこの壁の外に出ていかないようにこれを止めていくという感じなんですけども、ちょっとね、今回全開に伸びなかった理由は、キングのカットがね、若干効かなかったんですね。効かなくって、これ、
ドラゴンたちがだいぶ外側に流れていってしまった。これはアサートだったのかな。ちょっとね、キトさんにこれ本当は聞いてみたかったんですけども、タンホールの方にもっと大量のドラゴンを向かわせなかったのかな。タンホール13とかだと確かにタンホールにこうぶつけてしまうとでポイズンがね、発生するので、このポイズンダメージでみんな、ね、ドラゴンたちが落ちちゃうっていうことはあるんですが、タンホール13の場合、今13って言った ?13 はポイズン効果がない。14はポイズン効果があるんですけど、13はないので、爆破ダメージさえちゃんとトームでしのぐことができれば、それでドラゴンがタンホール由来のダメージを受けることはもうなくなるというとこですね。なので、もう少し内側に大量に入れてもよかったのかなという気もするんですがっていうところですね。まあ、かなりでもこれ惜しいですけどね。ロイヤルチャンピオン裏から出ていって、今レイジーがね、ここにもあったので、もう多分2体か、ドラゴンがいれば押し切れたんじゃないかなっていう気はしますよね。かなりこれは惜しいアタック。残っている施設の数、以上に多分この惜しさを僕は感じたアタックでした。ただまあ、攻めのプランニング的にはすごく、オーソドックスな形で、クイヒをここにこう誘導してきて、生き延び、させながら、ドラゴンを、キング外周カットでこう進めていくっていうね。いいっぽい。ドラゴン。ドラゴンを、なこれですね。ドラゴン。ドラゴンを、ガツンとね、こう詰めていきながら、キングの外周カットをしていって、横を潰していくっていう。まあ、で、こっち側の上方面に関しては、クイーンのね、クイーンチャージで攻めていくっていう、こういうパターンですね。この3層構造をきれいに作ったアタックだったので、かなり角度としては高いかなと思ったんですけども、まあ、そのドラゴンがちょっと外周いっちゃったとこですね。で、少し、計算が狂ったのかなという感じが。形的にはすごくね、応用の効く形というか、勉強になる形なので、これも覚えておくといいんじゃないかなというふうに思います。というところでですね、本日はドラグバットを中心にお話ししながら、それ以外のドラゴン戦術、天才ドラゴン、クイヒードラゴンと、まあ、この辺をですね、網羅的に解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうかね。結構ドラゴン戦術、最初慣れるまでは、ユニットのコントロールっていうのが難しくて、2、3体取れるだけでもかなり、ユニットコストがでかい分ね、ダメージが大きいんですけども、決まりさえすれば、単体ですごく呪文なくても強いユニットなので、底力があるというところでね、扱いやすさも一方であるユニットですので、ぜひタンホール12、13、今回の動画参考にしてもらいながら、ドラゴン系の戦術、特にドラグバットですね、12においては、この辺っていうのを使えるようになってもらうと、攻めの幅だいぶ広がってくるんじゃないかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。はい。ということでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか、これいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私のチャンネルなんですけども、タンホール12から14までですね、幅広くこういうクラン対戦の解説系の動画やっておりますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。